最近あのメッセージで、はい、タイプ5の男性に、うんうん、なんか告白したいみたいなメッセージをもらって、はいはい、でそんなのをやろっかなって思いながら、うん、彼が卒業しちゃうから気持ちよみたいなのを言ってて、はい、うん、いやいや、いえいえって僕は思うんですね。そんなの告白しちゃえよって。彼が卒業しちゃうからもう私は学生です、うん、学生のまま来年も、うんうん、彼は卒業しちゃう、うん、離れ離れですと、うん、気持ちは伝えてもええんじゃろうかみたいな、うんうん、いや、ゆえの一択じゃないですかそんなの。わかんないですけどね。わかんないというのは多少とは言わない。うんと、言いたきゃ言うんですよ。言いたきゃ言う、言ってないってことは言いたくないですよ。でも、はい、あ、アドラー的。なるほどね、うん、まあアクションを起こすと、うん、傷つくかもしれない。傷つくかもしれない、確かに、うん、で、うん、僕も、うん、僕今あれですよ、はい、あの好きな子できたら言えっていう派なんですけど、はい、これ19の時なんですね、こうなったのは。はいはい、それまでは18くらいまでは、うん、もうすごい奥手ちゃんですよ。はいはいはい、 DT の奥手ちゃんですよ、はい、で、まあ、高校の時になんか彼女ができたみたいなのは、はい、いずれもなんかその言われたみたいな、告白された、あのこんなのでも、まだ前髪が前髪がブイブイ言ってる頃は、うん、はされて付き合ったことはあるんですけど、うんうんうん、あ、高校の時は、高校の時はされて付き合ったことはあるけど、告白はしたことがない、したことがない、うんうんうん、怖いから、うんうん、傷つくじゃん、そういう話、はいはい、好きな人に告白して振られたら傷つくじゃん、はいはいはい、だし大体その高校ぐらいとか、まあ、学生の時って、うん、大体なんかその同じクラスとか同じ学年とか近い子を好きになるじゃないですか、うんうんうん、まあそうじゃないですか、大体大人でもだと、うん、なんていうんだろう、大人だとあの範囲が広い、あ、まあそうですね、うん、学生だとこの狭いとこで会うので、うんうんうん、そこで振られたりすると、うん、ひそひそされるじゃないですか。わかりますね。だからなんか言えないっていうのはあるんですけど、はいはいはい、18、19ぐらいで、うん、その初めて女の子に告白してからというもの、うん、してからというもの、なんだ俺言えるんじゃんってなって、うんうんうん、まあその振られたらショックですよ、うんうん、でもある程度その何て言うんだろう、一回して、うん、まあ、そのことはうまくいかなかったんですけど、うんうん、言ったことで言える自分になった、うんうん、ので言えよ派なんですけど、うん、ツイートでこんなのが上がったんですね、はい、恋愛はお金がかかる、うんうん、日本と欧州3カ国の若者の恋愛意識を比べてみたっていうのを、うんうんうん、この我々の動画では、うん、何回も名前を挙げている荒川和久さん、うん、はい、あの独身研究家、うんうんうん、コラムニスト、はい、マーケティングディレクター、うん、岡田敏夫さんの動画でも出たことあるんですけど、うんうん、まあ、その時はあの博報堂って言ってましたね、はいはいはい、まあ、うん、一千何百万もらってるんでしょうね、うんうんうん、もしかまだ博報堂なら、うんうん、ちょっとなんか今怒りがこもっちゃいましたね今嫉妬ですねこれは、うんうん、その人のまあ、コラムで、うん、日本と比べて欧州各国の恋愛意識はどんぐらい違うんだろうかと、はい、うん、で、内閣府が実施した令和2年度少子化社会に関する国際意識調査の結果を見てみようと、うん、はい、日本、うん、フランスとドイツとスウェーデン、うん、まあ、スウェーデンって言えば、スウェーデンって言えば昔あの、はい、僕が中学校ぐらいの時はフリーなんとかだみたいなことを聞いたことがあって、なんかスウェーデン行けばみたいなのを思ったのを思い出すんですけど、この4カ国の日本、フランス、ドイツ、スウェーデンの20代から40代の男女を比較したよと、年代と未既婚、年代と、まあ結婚してるか結婚してないかとかいろいろ混同しているから、なかなかその比較が難しいが、うん、各国とも未婚率が高いであろう20代男女だけをこの方が抽出したよと、うんうんうん、でまずその恋愛に対する能動的意識、うん、恋愛したい、うん、
いつでも恋愛をしていたいっていう項目では、うん、日本が圧倒的に低いんですね、うんうんうん、男女とも唯一1割にも届かないと、うん、10倍以下なんですよ、うんうん、ちなみに、フランスの20代だと、うん、だいたい 20%、ドイツだと 25%、スウェーデンでもまあ 20% ぐらい、うん、で日本は 10% 以下、うん、大した差じゃないんですかねそれは。大した、まあ、倍は違うのでけど、まあ、でも多いところでも 25% ってそんなになんだなって印象ですね。あ、そんな印象はちょっとあります、はい、はい。続いて、うん、恋愛に自信がない比較、うん、恋愛に対するネガティブな意識としての恋愛に自信がないっていう項目で比較すると、やはり日本人だけ男女ともに圧倒的に自信がないと、うん、自信がないと言っている率、はい、日本の20代は男性の自信がないが 25%、うん、女性が 20%、うん、でフランス20代、うん、男性が 10% 以下、うん、女性が 10% ぐらい、うん、ドイツは男女ともに 10% 以下、うん、まあ、6% とか 7% ぐらいなのかな、うんうん、スウェーデンの場合男性が 2% ぐらい多分、うんうん、女性がゼロです自信満々、ま、自信満々、ま、っていう、うん、この日本人の恋愛に自信がないっていうのは、うん、生涯未婚率の男 28.3%、うんうん、女性 17.8% と限りなく近いと、うん、要はあの年齢イコールみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、はいはい、これらの層がこのまま50歳になって生涯未婚になるのだろうかと、またこの男性に関しては2020年時点で20代の今まで一度も恋愛をしたことがない割合、うん、イコール、未恋率、未恋率未恋率、はい、についても調査しているが、うん、その割合も 27% であり、うんうん、恋愛に自信がないと符合すると、うんうん、これなんでだと思います。なんでというと何を聞かれてます。なんで自信がないと思われますか、うん、自信がないのは何ですかね。で僕が思ったのは、うん、人が減ってるって関係ありますかね。クラスの割合とか、うん、要は僕たちって大体10クラスとかあったんですよ、はい、中学校とかだと、うん、そうするとやっぱり11クラスありました。多様性じゃないですか多様性、はい、いや、やっぱり大きくなれば大きくなるほど僕みたいな人でも好きになってくれる子がいるとか、中には確率が上がるってこと。確率が上がるっていう、まあ、確率は一緒なんでしょうけどね。確率は一緒だけど、はい、出会えない確率が低い、まあ、母数が少ないと出会えない可能性があるっていうとか、うん、その大体そのどの本にも書いてあるのが、うん、そのいつの時代も恋愛強者はいるよと、うん、2割ぐらい、うん、そうするとこの2割が、うん、この2割のイナゴが食べ尽くすじゃないですか、うん、食べ尽くさないですよその少ない少ないところからはい、はい、その美味しいところを持っていくじゃないですか。イチゴを持っていく。あ、イチゴを持っていく。イチゴを持っていく、はいはいはい、そうするとみんなイチゴは食べたいじゃんそれは、はい、僕も、うん、僕でも食べたい部ですよはいはい、はいっていうところはあるのかなと思ったんですよ、うんうんうん、でもそれは一緒じゃないですかね、はい、一緒じゃないですか。今でも、はい、例えば今何クラスあるか分かんないですけど、今僕の娘が行ってる小学校、うん、僕も通ってたんですけど、はい、2クラス、僕の時は5クラスだったんですね。5クラスで中学校を見ると、うん、やっぱり半分ぐらいになってます、はい、そうするとまあでもその2割は多分変わらず2割あの恋愛強者がいるんですよ。強者がいて、はい、でまあ、比率は多分変わらないと思うんですよね。でその2割がイチゴであでも、うん、そのイチゴの、うん、なんて言うんだろう、イチゴの甘い部分は持ってても下の方のイチゴは人が多いと残ってるのかなって、うん、はいはい、そうするとでもその強者も少ないわけじゃないですか。比率はそんなに変わらないと思うんですよ、ね、あっていう僕のこの浅はかなねフェルミ、はい、フェルミ推定は置いておいて、はい、で僕は思ったのは、うん、でもその恋愛強者ではなくても、うん、僕がそうだったように、はい、その一回行ってみると、うん、案外言えるようになるんですよね。
まあ、成功体験。そう、恋愛では失敗したが告白、うん、隊長って告白したことあります？ない、あ、ないです。わかんないです。わかんないとは、わかんないって何？あるかで言えば、はい、あ、もういけるなっていうところにするのはあります。あ、なるほど、なるほど。こうやってもう隅にもう持ってって持ってって、うん、もう囲んでるよと。もうなんかよくあんまり話したことないけど、はい、あの子が好きだみたいな、はい、告白しちゃえみたいな、そういうのはないです。ずっと、うん、なんていうんだろう、何年か一緒にいて、うんうん、好きの気持ちがブーストが高まるじゃないですか、はいはいはい、でも言ったらいいかどうか分かんない時に言ったことはないってことですね。あ、でもそれでいくとさっきのドイツ人みたいなもんじゃないですか。いけると思ってるんですよ。いけるかどうか分かんないは分かんないじゃないですか。あ、どんなに体勢が良くても。でそこでドイツ人 25% に入ってるみたいなとこじゃないですか。もういけるって思う。ああ、なるほど、うんうん、だ状況は一緒かもしれないですよ。あ、僕と？うんと、いけないってこと、状況は一緒かもしれないって。あ、はいはいはい。そうそう、でも気持ちは自分はいけるって思ってるから行ってる、はい、なるほど。これはいけるだろうって。僕はね、行かなきゃなんですね、うん、もう行かなきゃ多分、うん、あの犯罪が起きると、うん、はい、っていうので、うん、なんかその言えよって思うんですよ。よくなんかそのいろんなこの類型論のいろんなタイプのところで、はいはい、その恋愛の相談を受けるじゃないですか、うんうんうん、恋愛の相談っていうかなんていうかですけどね、多分。いや、もう僕の中ではもう、はい、言えって思うんですよ。気持ちは伝えた方がいいよって。伝われないと、うんうん、あの、あれ、あ、僕あれ大嫌いなんですね。あの、しなきゃなんてないさって歌があるじゃないですか。ツイッターでよく流れてくるんですね、僕のところに。はい、何ですかそれ。なんかね、気持ち悪い CM です、うん、しなきゃなんてないさ、しなきゃなんて嘘さって、なんかみんなが好きな時に自由なことをやればいいのさみたいな歌が流れてくるんですけど、はいはいはい、いや、それは逆にしなきゃの人を苦しめてるよって思うんですね。好きでしなきゃをしてる人を苦しめてないかいってって思いながらその歌を聴いてるんですけど、それはしなきゃではないって言いますよね。じゃあ僕はでもその歌が嫌い。そうやってね、なんかね、上からギュッてされるのが嫌いなんですよ、うん、これでも上からギュッてしてるつもりはないと思うんですよね。しなきゃって苦しんでる人が、しなきゃなんて考えなくてもいいんだよって言うつもりで作ってるとだと思うんですけど。あれ、腹立ちませんか？腹は立たないです。あ、そうですか。で、うん、まあ、この方がね、おっしゃっているのは、うん、恋愛教授は3割の法則と言っているが、はい、残りの7割は講義で恋愛弱者に分類されるが、うん、それはグラデーションがあって、うんうん、真ん中のその3割が強者の、うんうん、次の1割プラスの4割とか、中間層は全く恋愛経験がないわけじゃない、うんうん、で下の3割が恋愛最弱者層となると、うんうん、ただ早がってしてはいけないのは、決してこれは若者が恋愛離れしたわけでも装飾化したわけでもなくて、うんうん、この統計は1980年代から、うん、そんな変わってないよと、うん、20代男性の4割はデート経験なしっていうのは、うん、40年前から変わってないと、うん、ただこの、あ、ここで言ってるのは、うん、1980年代ぐらいまでは、うん、個人の恋愛力がなくても、うん、お見合いや職場の、うん、ほら君この子とこの子と、うんうん、どうって食事でも行ってらっしゃい、うん、みたいなお膳立てがあり、うんうん、その全員結婚することが決していいわけではないが、うん、その結婚できていたが、うん、みたいな、うん、ところがあるのと、うん、あとはその恋愛が金がかかる、うん、と、いう項目の調査があって、うん、それで、あの、多分これアンケートですからね、はいはいはい、実際にかかってるかどうかは別なんですけど、うんうんうん、20代男女の意識調査では、うん、日本の男性25% がお金がかかると思っている、うん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 、で女性の場合は 10%、うん、フランス男性の 10%、うん、女性は 5%、うん、ドイツも男性が 10% 女性が 5%、うん、スウェーデンに至っては、男女ともに 5% 以下、うん、日本人の男性だけがお金がかかるって思ってる。おごるべきとかよく言われるからじゃないですか。
でもこれ実際、うん、僕ちょっと前にツイートしたんですけど、はい、あの1回目は出すんですよ僕は、うん、かっこつけたいから、うん、でもそのなんていうんだろう、まあ、あ、まあだからそういうとこじゃないですか。多くの女性は2回目ぐらいからはもう大体お金出すって言ってきますよ、うん、経験的に、うん、あで、まあそう、まあ、要は付き合ったりとかすれば、はい、お互いの財布事情もこう考慮して、はいはい、どうしようかって相談の上でこう成り立っていくわけじゃないですか、はい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 、なのでまあそういう交渉じゃないですけどなんかそういうふうになるんだけど、恋愛経験のない人たちは男がおごるべきみたいなことを聞くとわっ金がかかるんだっていう先入観を持ってるんじゃないかなって、かつ、うん、あまりそのデートして女性のどうだっていうのがあまり経験がないと、うん、そういう情報だけが入ってきてそうなりそうですね、うんうん、だとこれはちゃんと正しい情報だからおごるべきだって言っちゃいけないんじゃないかじゃあ僕は戦略としてですよ、うん、そうおごるべきなのは戦略としてですよはい、あの、うん、俺は金持ってどうって思わせたいから、うん、というかこうライバルじゃないですか男性はライバルですよ、はい、敵ですよはっきり言って、そう出し抜くためには自分が強いところを、こんなのがコンパにいた日にはもう敵ですよ自分が強いところを見せなければならぬんですよ、ね、はい、うん、気になりつつ、うん、そのなんか授業でやった方がいいんじゃないとか、告白の練習はい、でもこうなんか何々ちゃんに好き、あ横の子に好きっていう練習をしましょうみたいな、セクハラとか言われますよ今の時代なるほど、うん、すごい大問題になりそうですよね今やると、ジェンダーがどうのこうのとか言う人がいますよ、やめましょうかじゃあやめましょう。でもね言えばいい、言うと一回言ってみて、うん、